はい、どうもスプラ3のプロオニアスお願いします。はい、今回もね、スプラトゥーン3やっていこうと思うんですけど、まずこちらガチエリアですね。うん、で、ね、結構質問あるんですが、お姉さん、プロの定義なんですか？まあ簡単ですね。結構のスプラトゥーンでご飯を食っていると、はい、でね、あれもそうじゃん、プロの料理人、料理をして飯を食っている。プロのサッカー選手もね、野球選手も野球をしてサッカーをして飯を食っている。つまり僕はスプラで飯を食っている、はい、プロです、お願いします。はい、とりあえずね、そういったイカゲームですから、イカゲームのランカーとしてしっかりやっていこうと思うんですが、とりあえずこちらガチエリアはね、基本的に塗れば勝ちなんですよ、敵を。うん、なのでね、ここで負けてしまうようじゃはっきり言ってスプラ勝てないと。そこなんだよね。まず一体抜いていくと、しっかりもうこの基礎中の基礎ですよ、ガチエリアは。ただ塗ってエリアを取っていて、その上で敵を倒して勝っていくと。なのでしっかりまずは塗るさが敵のこうシャバいやつらを縛いていくと。まず1しばきで、2しばき、3しばきをしていて、4しばきはいるね、足の上縛ける感じですよ。で、ここでスナイパーね、時は信じちゃいけません。はい、ここね、結構質問来るんですけど、皆さん、プロのスナイパー役割なんですか？しっかりね、自分が死なないようにして、ちゃんと上の指文字取っていって、しばくと。ここもフリックショット、明日、痛い。自分死なないように、死なないように、一旦裏まで引いていって、痛い人、OK。引いて、何らの中にこれ、ドタマボールを突っ込んでいって、一旦これ、セッシュアップ。それだけきつい。これだけマジでね、このメガホンレーザー、5.1 インチ。まあ、これかなり強いので、とりあえず 5.1 インチをかわしながら、まあ、これしゃあないですね。うん、必要経費。物事全部ね、必要経費ありますから、ここはね、しゃあない。今のですはね、むしろ全然、食らったことによって、むしろ切るまである。実質今1キルと言える。とりあえず、ここで騒いで、一旦ここでね、まずかわしたいな。とりあえず、まあ、上キープできているんで、なんか、いっちゃおうか。はい、なんか飛び込んでいってしまう。ここでインファイドよ。しかし、これ、インファイド狙って、とーかわして、で、もう一回メガホンインチ来るんで、痛かそうか。で、塗りしていって、やっぱスナイパー死んじゃいけないので、これ、ちょっと来ないでもらったり、来ないで、本当に。おー、そうだ。しっかり、味方のカバーもね、結構やっぱスプラトゥーンはね、仲間を信じるゲームですよ。しっかり、いつもね、どの瞬間でも仲間、頑張ってくれ。そう、仲間、お願いします。一緒に頑張っていこう。そこで一発が未来を作るんだよね。信じる殺さえあれば、必ず勝利は向こうからやって、来ると。勝利は向こうからやって、やってくるんですよね。まあ、しっかりその部分をちゃんとケアしていって、浮かすと。で、一旦こう高台ではないんですが、エリア取れているんで、あとはもうこうステイでいいですね。ステイしたから、これ細かい敵のヘッショット打っていくと。狙ってて、こうしゃばい動きする、舐めた動きするやつらは、とりあえず俺が浮かすと。来い。おアイフリック。オーライアンキルアイフリック。あ、トゥキル、わーおお、3人、まあ、これとりあえず今のね、4人全員分のヘイトを、俺1人で勝った。これがプロの動きよ。結構スナイパーね、なんか高い、取ってね、高いとこ取って、チャバチャバ撃ったりって、そうじゃない。ちゃんと俺1人、1人で敵4人抑え込むと。で、それができないんだれば、スナイパー向いていません。はい。ちゃんとね、1人で敵4人分の活躍をする。つまり、俺がいるだけ、スナイパーいるだけで、敵からすればね、8対、4なんですよ。そういうダブルスコアを刻んでと、あー、フリックさん右、そこも取って取って、フリックさん右で、一旦潜り込んで、ここから下からさらに来い、来る、じゃあストラップ、はい、ストラップ設置して、一旦引いて、またここでシャバい奴らをフリックさーって、よっしゃーっと、あー、ダブルキルー、こんぐらい、さあトレプルキルー、マーティーキュー、こんぐらいやっぱして、ナンバーですよ。で、ちゃんとエンジン取っていって、真ん中にね、あー、完璧よ。もう負け筋ないですね。すいません。ちょっとね、やっぱプロとして、今のはなかなかやっぱり、まだね、個人的には、そうだな。まあ、一応9割のムーブしたんですが、やっぱ残り1割ありますよね。うん。やっぱりそこをちゃんと仲間全員、ノーデスでやっぱ行きたいよな。これやっぱり僕まだまだね、上昇の余地、まだまだね、上に上がっていく伸びしろあるなと感じます。さあ、2戦目行ってみようか。まあ、先ほどはね、まあ、10キル2ですと。まあ、ただやっぱ2ですしちゃいけないよな。うん、基本的に。なんか仲間も全員死なしちゃいけないんで、これがやっぱスナイパーの役割。行きましょうか。とりあえずガチエリア。うん、相も変わらずね、塗れば勝ち、キルすれば勝ちなんで、まあ、基本的にワイプアウト狙いたい。敵4人全員縛いていって、もう基本的にスパラトゥーンはね、キルして敵全員飛ばせば勝ちなんで、とりあえずもうとにかく復帰させないと。で、真ん中飛ばせないと。これ一番だ。はいはい、バイ。なんとかないのこれ、はい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 、バイ。そう、そういうことよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、もう一歩、もう一歩、いい位置だ、それはいい位置だ、そこは仲間がちゃんと行くと、この連携なんだよな、仲間を信じる、これはスパトゥーンは勝てますと、お、かわすね、サメライダーは俺が、浮かつ、上いるね、で、サメライダー、信じない、いったんこれ、いくと、サメライダー、上引いて、で、中1取っていって、上いるサメライダー、俺が、キャンセル、問題ないよ、で、ちゃんとね、エリア切ると、もう負け筋ないんだよな、なぜか分かるが、優秀なスナイパーいるからだ、あ、スナイパー、やばいね。
こい、上がってこい。新しいの、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 もうこの圧だよね。この圧が敵を押し付ける。重圧だよな。ハンバーガーもそうじゃん。ハンバーガーと上からビューってさ、重圧かけたら圧力かけたら硬くなるじゃん。一緒なんですよ。ちゃんとね、ハンバーガーの上からプレッシャー、プレッシャー、プレス、プレス、プレスしていって勝つんだよ。敵もだからカッチャカチャにしちゃえばいい。所詮やっぱイカなわけじゃん。うん。イカって干せばスルメイカになりますよね。つまりそれはもう、干せばいいんですよ、このように。おい、もういるね。いや、シャワイヤスも干すと。あ、やるね。そこはなんかきついね。であればまあね、固くしちゃえばいいので、とりあえずじゃあ上のもちょっと弾け位置取って打つと。弾け位置で、やって。この位置かな。あー、いい位置いるね。あと一歩前に行ったら死ぬんですが、じゃあその細かい位置にいると。で、一旦これ、スタンバイボム打っていって、で、一旦スタンバイと。で、これスタンバイ決まってくるんで、もう一回の裏側行って、やっぱスネパー死んじゃいけませんから、エリアをまずキープしながら、あとは敵を、来いよ。おー、じゃあ攻めようか。おーおーおー、派手に打ってくるか、それは意味がない。なぜか俺がいるからな。はい、こうやって右行って。車線をしっかり作っていって2、3秒。まだいける、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 まだいける。これやー、こっち来るな。なぜなら、俺がゼロです。だから、俺はゼロだ、俺はここなんだよね。で、しっかり上取っていって、これが真のスナイパーなんだよ。敵からすれば、if、恐怖、重圧。あ、まあ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 。なんだこれ、なんだこれ、丸みさ？あー、丸みさか？オッケー、丸みさは、まあ実質自己死なんで、これはまあ、脳幹と。はい。ただ、まだゼロです。削っていきましょう。さあ、ゼロですで一旦行きたいね。とりあえず、上から行って、上から行って、ただ23、ここでしっかり慢心していけない。なんで、慢心せずに、慢心せずに。うがつ慢心せずに俺がうがつ慢心せずに俺が、あ、こい、あー、かわすね、こい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 、こらー、お、お、お、しっかりじゃ右から、まあ裏取ってもいいんだけど、これじゃ裏取りさせないのまたスナイパーなんだよね。しかし裏をケアしようと。上いるね、上いるね、上いるんであればスナイパーとしてはしっかりこの上の高い位置まで取っていってキープして、これがやっぱゼロですもんね。と、まあ一応プロなんでね、うん、まあそんぐらいしなきゃなと思うんですが、ただやっぱりこれ見ちゃうとね、結構まあ初心者のスプラビギナーの皆さんが、まだ小イカの皆さんがね、ここからこのプロのスナイパーのことなんですけどなっちゃうんだよな。うん、まあやっぱり集中してしっかり冷静に浮かすとね、さ、冷静に浮かすと、冷静にフリックして、冷静にフリックして、フリックして、フリックして、うがつ、よく出てこないね、偉いよ。今の1キロ相手、偉いね、あれ、うまく耐えた、よく耐えた。うん、敵ながらあっぱれ。まあ、敵に塩を送るってありますがね、まあ、イカに塩を送ってもしょうがないんで、まあ、それイカのね、いわゆる塩辛とかね、あとイカの煮干しとか、イカのね、一夜干しになっちゃうのでね、基本的にはもう3台。おっしゃー、ロカドー、まあ、余裕なんだよな、やっぱり。これゆえに、プロなんで、さあ、ジャンプ先ナンバーワン、ファースト、ブラッドじゃない、ファーストスプラット、で、ポップサナナンバーワン、もう全部ナンバーワンの焦点に入る。それはなぜか、はい、プロだからです、お願いします。さあ3戦目、皆さん、蹂躙してもいいでしょうか。はい、まあ、こちらね、いわゆるプロの蹂躙宣言というんですが、まあ、敵をしっかりね、まあ、引き殺すから変だな。スプラローラーであれば引き殺すんですが、こちら僕はね、 4K リッタースコープなんでね、敵をうがち抜くす、うん、うがち抜くしていきましょう。さあそのままぬくぬくしたやつら全員俺が分からせていきましょう。まあなかなかね、シャバいやつらもいるので、とりあえずまずはキープ、まずキープ、まずキープして、はい、セットアップ2。おーっと、かわすの偉いね。セットアップ、セットアップ、上はシャバい、その位置も出ろ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 、 やるね。なかなか思ってる、今回は強気やすいるね。一旦行こうか。一旦スナイパー死んじゃいけないので、とりあえず裏から裏から、裏から裏から、裏から裏から、キャラコンで来ないで、来ないでもらっていいですか。来ないでほしい。いやー、ここなんだな。仲間を信じてる心、ちゃんと仲間はね、カバーしてくれる。そうして今俺は敵のベイクだね、いわゆるな、敵のちゃんとね、宙を引くと。そこなんだよな。さあ、まず一旦ここで一発投げていって、さあこの振り状況俺がひっくり返そうか。しっかりプロとしてこうひっくり返したい。まずは奪って、はい、次、はい、はい、どうくるどうくる。まずはこの敵のこのカウントアップを阻止する。いや、それはしょっぱい位置くるね。どこいるこの位置、上か。おや、まず一発奪っていって、2発と。こっからがプロの本領を見せるところ。 OK、 カウント、まずはストップね。100対27、 OK。 最初の判定にしたらちょうどいい。右か、右下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 、左側行って、一旦ケアしようか。一旦ケアして、ケアして、あ、それか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 。今、引き切りのスナイパー、プロ、このスナイパー、このスナイパー、プロなんだよな。ここ、ちゃんと逃げてんのがキャラコンなんだよな。ちょ、ここで、グレポンしていって、いや、シャラン撃ってきてんな。なんだあれ、アナウンサーある、アナウンサーある、このゲーム。何あれ、そう、知らないんですよ。とりあえずここで。いやー、これはまあ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 、ここはまあ、必要経費かな、今のは。うん、敵一体抑え込んだ上の一列なんでね、むしろ今のは A 段殉職まである。なので殉職なので2階級アップと。なので実質今2キル分アップ。シャバいお前、それはそこもシャバいし、いや、右もシャバいするな。あいつちょっとなんとかせねばいけないんです。とりあえずカウントスピよ、カウントスピして右手こーれ、おお、えらい探してくんのね。じゃあ一旦これインクセットアップしておいて、センターポジションか、センターポジション置いて、いたると。おお、今のローラーの破片か。なんとローラーの残骸があると。で、ローラーの残骸ケアしていって、ここキープしたいね。
おら今当たってないんかいそれ、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 当たってないか、もう一回取り直せばいいと。さあイカライディング、いやイカライディング何それ、ちょっと範囲大きいね今のはね。今のまあ突発事故なんで今の実数のですと、だからちょっとこれだいぶきついぞ。一旦上から追い込んでいかねばいけないので、しかも上からケアしていって、まずここで塗りを、まず塗りをしていって、あー少ししばきたいな。一旦スナイパー、一旦引いて仲間を信じると、この仲間を信じる、これなんだよな、これがやっぱあるかないから全然スパラ買ってくる。仲間を信じて、オッケー、いけるいやーこれも熟知だな、うん、やっぱちょっと前行き過ぎちゃうと射程入っちゃうから、このナーズアップの止めるか、一旦片栗粉と片栗粉シャバイチいるから、あいつを俺がピンポイントで見たっていく、ピンポイントで見たの位置まで想定して、これ10か、いけるまずいろんなキャンセルして、まずキャンセルでカウントストップしていって、ここからよ、これがいた、あーまあまあまあインキラ一旦ケアするケアして、で片栗粉ポジ取るか、片栗粉ポジ俺がしっかり取っていって、で片栗粉するんであれば俺が殺すよと、これ殺すよと、で上の位置も俺が殺すよと、俺がいるね、シャベチいるね、だからあいつ俺がやめてー、それ9番組しっかりケアする、そこの上でカウント残り3秒、まずどかしていって、いったんこれ、オッケー、設置で魂の3秒しっかり俺がケアしきる、もう1分なら十分、こっから逆転するのはプロよ、しっかりこうケアして、でケアして塗りも強くしていって、していって来い、正面来い、甘いやー、それなんだよな、その1打俺が置いてると、そこに俺がいる、すまんかったな、スナイパーたるゆえん俺がいるっていう、その1打俺がしっかりこま染め直したい、染め吉野の明け空を、染め吉野の夜空を、今これ一発夜空を、こう、フリックショット、いやー、スナイパー、スナイパー生存する、ここな、仲間のいいカバーよ、仲間のカバーを信じた上で勝ちに行く、シャバいなやつな、右、おらーさあ、かわして、こい、おらーさらに、もう一発、お前だー、無事か、ただ、13、カウント、進め、なんで進まんのこれ、お前よ、なんで進まんのカウントこれ、あ、まじ、邪魔してる、あいつ、なんだこれ、なんだったらんのこれ、なんだったらんのこれ、わかんねえや、なんだったらんのこれ、グレポンしていって、この掃除機フレームを上げていく、あと3秒の壁よ、ここ、おー、うますぎる、あいつがシャバいな、マジで、ナイス、あのシャバいやつ、どかして、延長、よけきれ、3秒、よけきれ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 、